2018年 J の幕が開きました。ガンバ大阪のフォーメーションです。ゴールキーパーが東口、最終ラインはオー・ジェソク、三浦玄太、ファビオ、藤原の4人です。一丸、福田が下がり目の中盤のセンター、遠藤が長澤の後ろ、サイドに倉田とファン・ウィージョです。名古屋グランパスのフォーメーションです。新加入のランゲラク、ゴールキーパーです。スペイン、レバンテから来ましたが、香川とともにドルトムントで戦ったプレーヤーでもあります。宮原、菅原、宝舎、秋山の4バック、小林、アンカー、その前に長谷川、泉、怖いトライアングルです。ジョー、ガブリエル、シャビエル、そして青木亮太です。抜けた左のサイド、ゴールに向かう倉田シュー、戻したぞ、遠藤のシュート、決まった。2018年ガンバ大阪、最初のゴールはチームのレジェンド、遠藤保仁です。インサイドキックでしたね。ゴールにパスをしましたね。そこもまた遠藤らしいシーズン最初のゴールです。これはちょっとクリアできませんでしたが、上に入る青木亮太、ラスト取りました泉、ジョーを使うチャンスだぞ、ジョーパスだ、シュートだ、同点ゴール来ました。名古屋新加入ジョーはアシスト、仕上げたのはガブリエル・シャミエルです。藤原の追い越し、ワンタッチで入れました、遠藤のヘディング、遠藤のヘディング自体はそれほど見るものではありません。珍しい頭でのアプローチ、相手の食いつきも見ながら、これで保護者はミドルパス1本、ね、体をうまく使った、ジョーのポスト、宮原は足引いてクロスにしました。クロスが流れてゴールに向かっていったんだと思いますが、まあ、ジョーの巧みなポストプレーからチャンスが広がりました。あの中盤を省略する、ね、プレーも非常に効果的だと思いますし、ファンウィジョ前が開く、バランス崩しながらファンウィジョのシュート、ナイスキーパー、後ろ、ウィリアン・ホーシャを狙った、ホーシャ競ったこぼれ球、自ら流し込んで名古屋勝ち越し。ちょうど目の前にこぼれましたね。2月14日に加わったばかりの新外国籍選手、ウィリアン・ホーシャ。でも何でしょう、ボールがあそこにこぼれるということは、そこにボールが届いてきてるってことなんで、じゃあ蹴ってる人誰っていうところなんですよね、まずはね。中村です。ワンツー、オー・ジェソク、長澤だ、ガンバ同点、崩したのは右サイド、絡んだのは17歳の中村敬斗、オーバーラップからオー・ジェソクのクロスに長澤が合わせました。局面は4対4です。右にガブリエル・シャビエル、ジョーが真ん中、落としたらジョーが来た、
オフサイドなかったですね。名古屋また一歩前に出ました。2対3補強の目玉ジョーのゴールです。もうインサイド取ってきましたね。ジョーから、いやーこれで矢島がスライディングしたところで笛が鳴りました。点の取り合いになりましたが2対3 J1 に帰ってきた名古屋グランパス2018年の開幕戦を制しました。ブラジルトリオ躍動、3人のゴールによって風間監督のチームは J1 の復帰ゲームをものにしました。